で2回高々とライトスタンドの中段まで。 April 4th, 2017, the opening game of the 2017 season. Many baseball fans again flocked to Kobo Park, Miyagi. Rakuten Eagles' new mascot, Kurowashi-san, made his first official appearance. Pitcher Takahiro Norimoto broke a pro baseball record with 10-plus strikeouts in 7 straight games. Mid-season, the Rakuten Eagles were troubled with injuries and consecutive losses. But the season hasn't ended yet. Let's all become one with the Rakuten Eagles fans to cheer them on to victory. Shima, 頑張って! クライマックスで! ランナー三塁でキャプテンの島。Rakuten を応援します!ゴーイーグル。茂木選手が好きなんで、茂木選手の復活期待してます。そしてトップに帰って茂木。外国人3人のホームランに期待してます。クライマックスシリーズ行くぞ。オン。もちろん。岸選手です。やっぱりピッチングが、はい、楽天のエースなので大好きです。私はまだまだファン歴は短いんですけど、応援に来るとすごい元気になるので、元気の源です。頑張れイーグルス。すごくいいと思います。やっぱり親子、ね、家族みんなで来れるってやっぱり楽しいし、いいと思います。日本シリーズにぜひ行ってもらって、梨田監督の胴上げ見たいです。見たいです。頑張れ、イーグルス。イーグルスファン歴は小学5年生からなので、4、5、6、7、7年くらいになります。イーグルスは東北のことを一番に思ってくれていて、なおかつ前に優勝した時の感動がすごく今でも忘れられないので、今年もぜひ優勝してもらいたいですね。日本一頑張れイーグルス。今シーズン18試合目の応援観戦です。はい、ぜひもう一度2人で応援に行きたいと思ってます。はい、頑張れイーグルス。年間20試合ぐらいホームですね。ホーム以外は大体4、5回見るようにしてます。もうずっとね、球団開設以来からの私ファンですから、うん、楽天楽天で行くと言います。仙台の町はね、まず経済効果がすごいです。それで東口がね、全く変わりました。これもね、楽天の影響じゃないのかなと。楽天バンバージャーですよ。楽天ゴールデンイーグルスは私の人生ですね。ぜひともこれから連勝してください。お願いします。